東山線一社駅付近名古屋市営地下鉄は名古屋市交通局が運営する地下鉄である。現在は6路線で営業中で森山区を除く名古屋市15区と日清市に路線を持ち営業キロ数は 93.3km、駅数は87駅。車両数は782両を数える PR1。1日あたりの乗車人員は約134万人。 なお、名古屋市の霊気場の正式名は、名古屋市高速度鉄道である。全6路線中3路線が標準機で、一方の3路線が狂気である。また、狂気路線の内桜通線以外の2路線は、下記の通り、名古屋鉄道と相互直通運転を行っている。名古屋市営地下鉄の駅や車内に掲示されている路線図には、名古屋市営地下鉄の路線以外にも、 直通先の名鉄線やゆとりートライン、青波、線、リニモも掲載されている。名古屋県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についても参照1992年の海遊政策審議会、答申第12号で示されて、以降、新たな整備計画は出されておらず、現在、新規路線の具体的な整備計画はない、PR に、 詳細は、名古屋市営地下鉄東山線運行形態、名古屋市営地下鉄名城線運行形態、名古屋市営地下鉄名高線運行形態、名古屋市営地下鉄鶴舞線運行形態、名古屋市営地下鉄桜通線運行形態、及び名古屋市営地下鉄上井田線運行形態を参照営業列車による運行時間は午前5時30分から、 翌日午前0時30分までの19時間である。これは夜間に施設の保守時間を確保するためである。このため、名城線を除き基本的に区間運転を行わない名古屋市営地下鉄でも、初電、終電は途中駅発着の列車がある。2014年の7月以降、東山線で金曜日と祝日前日に限り、終電を45分間を延長した。 補助金カットを防ぎたいという局長とサービスを向上させたいという名古屋市長、河村隆氏の意向で2013年12月20日と27日に試行実施を行い、2014年7月4日以降、上下各2本の臨時列車を運行している。なお、曜日大役分のうち、東山線は原則として夏休み、冬休み、春休み期間中の平日は、 学校休校期ダイヤを設定する。また、年末年始の12月29日から1月3日は、同休日ダイヤで運行するが、東山線については12月31日から1月3日は、同休日ダイヤではなく、専用特別ダイヤを適用する。1975年大晦日以降、毎年12月31日深夜から1月1日までの間、 カ飯リーダ線以外の全路線で終夜運転を行っている。沿線に厚田神宮がある名城線は初詣客で混雑するため正月参賀日は大曽根屋ごと荒玉町金山の区間も一部時間帯で5分間隔で運行していたが2012年以降は通常ダイヤでの運行となっている。沿線にイベントがあるときは臨時列車が運行されることがある。 名古屋ドームのイベントや名古屋港の花火大会の関連で名城線、名港線で運行されることがほとんどである。名古屋市による市営地下鉄の建設計画は人口が100万人を突破した1936年に発表されたものが最初である。この計画によれば以下の7路線約5 2トルを2基にわたって建設する予定であった。この計画は 地下線での計画を基本にしながら、田端市役所や桜山柴田などでは、高架線での建設も予定されていた。一期二期その後、1937年に、名古屋駅が笹島から、現在の位置に移転すると、1938年6月、その後地に、関西急行電鉄の名古屋乗り入れにあたって地下に、石急名古屋駅が建設され、名古屋で、 初の地下線による鉄道が開業した。日中戦争の長期化により、名古屋市の財政が悪化する一方で、軍需産業都市としての発展もあり、1939年に、臨時名古屋市並近郊交通調査会が発足し、地下鉄計画を再検討した結果、以下の基本4路線、約 29km が発表された。この基本計画の他に将来計画として、 大規模な地下鉄整備計画も発表されており、実際にボーリング調査の準備まで行われたものの、第二次世界大戦回戦の影響により、具体的な着工までは至らなかった。戦後になるとまず、1946年1月、高速鉄道も検討用基礎案として、以下の4路線約 43km が立案された。これは、 戦災復興のため将来人口を200万人と想定した都市計画として立案されたため、鉄道着工よりも鉄道用地を先行確保するのが主目的の計画であった。この計画では、平田橋、上井田、森山、矢本などで既存の鉄道との相互乗り入れが重視されていたため、現在の地下鉄路線とはかなり違う経路を通っているものが多い。九月には、 名古屋市高速度鉄道協議会が設置され、これには名古屋市のほか、運輸省、内務省、潜災復興院、名鉄、近鉄も参加し、1947年10月に以下の6路線約 55km の路線網を定めた。柳橋駅創造図。この時の計画では、名古屋駅乗り入れとの兼ね合いや、経費削減のため、市中央部でも一部区間が、 高架式で建設される予定だった。1950年1月19日には建設省、国時第9号でこれらのうち約、48. 4 8 4トルが名古屋復興都市計画高速度鉄道路線号として都市計画決定された。この都市計画決定は日本国有鉄道名古屋駅0番ホームを借り受け、そこに地下鉄を乗り入れ、坂江聖まで延長して、 名鉄名古屋本線と相互直通運転をする計画のほか、名古屋市、名鉄、近鉄の3社の協定により、新川橋、八田、大曽根、水分橋でも相互直通運転をすることが予定されていた。その後、建設資金分担や国鉄ホームの使用をめぐる問題などにより、蒸気計画は頓挫した。名古屋市は独自に相互直通を前提とせずに、 地下鉄を建設することになり、第三機情方式を採用し、すでに免許を取っていた名古屋田代館及び市役所裏金山館の早期開業を図った。1954年8月には名古屋栄長町館について着工し、1956年には名古屋市電子物一式線での試作車による運行テストを開始した。1957年11月15日、 名古屋市営の最初の地下鉄として、名古屋栄町館2 4トルが開業した。当初の料金は、名古屋栄町間で、大人15円、小児8円の均一性。名古屋市内の一世帯に1枚ずつ、市場券が配布された。開業日の営業開始時刻は、日付に印を付したものは14時、印を付したものは12時、無印は、始発からである。 様々な種類の券売機東別院駅交通局では運賃を料金と呼んでおり、記事内でもそれに従い表記する。大人片道普通料金。賞には半額2019年10月1日改定、PR5。障害者手帳や証明書を所持する身体障害者、知的障害者、精神障害者、PR6、養護児童、戦勝病者。 被爆者及び特別支援学校の生徒は割引料金 PR7。普通料金は経由駅にかかわらず最短距離の料金を適用する。定期券は指定経路で計算され指定区間外では途中下車できない。当局では入場券、往復乗車券、回数乗車券は発売されていない。また、プレミアム付きの時期ストアードフェアプリペイドカード。 ユリカが発売されていたが、2011年2月11日に IC 乗車カードマナコが導入されたことで、前日の同年2月10日に発売を終了した。名古屋鉄道の犬山、小牧、豊田の各線に上を台、上飯田、赤池の各駅連絡で乗車する場合、連絡駅を挟んだ閉山により特に割高となる一部の近隣区間においては別に定める乗り継ぎ、 割引料金が適用される PR8。他に名称が類似する駅がある駅の場合、以下のように乗車券上の駅名表記が、金書き表記や文字の大きさの変更など、一見して発行駅が判別できるよう工夫されている。乗車カードとして、従来の回数券や連続割引サービスを含めた乗車券として、トランパス対応で、同局の地下鉄、 バス路線や名古屋鉄道などの提携他社において使用できるプリペイドカード式乗車券をユリカという名称で発売していた。ユリカが1998年に導入される前には1988年4月1日から自動券売機、自動生産機で切符の購入や運賃生産ができるプリペイドカード、リリーカードが発売されていたが、 2003年3月27日に利用停止2006年3月31日で交換終了となり現在は無効となっているまた同じ頃から自動改札機に直接投入できる回数券カードが発売されていた回数券カードには地下鉄バスの率に回数カードも存在したこれは地下鉄券10枚と市バス200円券10枚が1枚のカードに セットされたものである。現在は、ユリカに乗り継ぎ割引機能があるため、いずれも発売を終了した。2011年2月11日より、非接触型 IC カード、マナコが導入された。これに伴い、ユリカ及び大人3800円で、地下鉄一区間を22回利用できる、地下鉄一区と区別切符の発売は、前日の同年2月10日で終了した。 利用についても2012年2月29日をもって終了した。非冷房車については、車霊25年を目安に冷房車。非 VVF v, v, v 車については、車霊25年を目安に、VVVF 車へと置き換え、2000年に冷房化率、2023年に、VVVF 化、率100%を達成する予定。一方、非イベット車については、 車令25年を目安にイベットへと更新する模様であったが、鶴舞13159編成については、非 VVF 車との混成編成のため、2019年9月26日付で廃車された。車両横に貼ってあるラインカラー表示は従来ラインカラーの応戦を縦に5本、長方形に並べたもので、その下に英語表記付きで路線名が入っていた。名城線。 名港専用の車両は名城線のみ書かれていた。7000系以降のゾービー車からはラインカラーに塗られた地下鉄のシンボルマークに変更されている。在来車は名城線、名港専用車両以外変更はなかったが2015年夏頃から順次張り替えが進んでいる。車両規格は東山線、名城線、名港線が標準機。 第3機常終電式の15.5メートル93、扉車なのに対して、鶴舞線、桜通線、上飯田線が、狂気、河川終電式の20メートル94、扉車と、大きな差がある。編成は、上飯田線7000型が4両、桜通線6000系、6050型が5両、その他の4路線が6両であり、座席は、上飯田線7000型が、 セミクロスシート、その他がオールロングシートとなっている。製造会社は日本車両製造と日立製作所の2社であるが2007年度末から2015年度にかけて導入された東山 1000N1000 型や2009年度末から2010年度にかけて導入された桜通16050型や2012年度から2022年度末にかけて導入される鶴舞1 0 n 3 0 0 0系。 n の3102編成以降は、ステンレス光車両の製造技術、日車式ブロック工法を採用するなど、ここ数年は日本車両製造での、ステンレス光車両の製造が、主流になりつつあった。一方、2011年度末に導入された鶴舞線、n の 3000K、えの3101編成は、アルミニウム合金車両の製造技術、A トレーンを採用した。台車は、 基本的に、東山線、名城線、名港線の車両が、日車線、鶴舞線、桜通線、上リーダ線の車両が、住友新日鉄日鉄製となっている。車両の形式は、都営地下鉄などと同様、軽ではなく、形と表記し、読みも、型である。また、車両内に鏡を設置しているのも特徴である。2007年度末から2022年度末にかけて、 導入される VVVF 車から非 VVVF 車の老朽置き換え用車両の形式につくようになった N はニューやネクストや名古屋の頭文字から取られている。高電も参照名古屋市において森山区以外の各区内に駅がある。路線ごとに駅津と向を設置、さらに駅津と向のもとに管区を一つないし二つ設け、各管区ごとに複数の駅を管理している。 駅勤務区には、駅勤務区長、管区には、管区駅長がそれぞれを統括する役職として配置されている。なお、各駅に配置されている駅長は利用者にその駅の責任者であることをわかりやすく伝えるための対外的な呼称であり、役職上は助役である。車両基地や折り返し設備のある駅の一部は、駅勤務区ではなく、乗務員部署である運転区が管轄し、乗務員が、 駅業務を兼務している。全駅でバリアフリーのための整備を行っている。韓国、テグ都市鉄道公社での放火による火災によって、反対路線に停車した列車に延焼したことを受けて、対向式ホーム中央の柱間にガラスを及び鉄製の防火壁の取り付けが順次行われている。自動券売機で発売される磁期券は、券紙を回数券発行に使用しないため、利面が 茶色の帝宝事件を採用している。各駅の発車案内には LED のものが使われている。カミリーダ線は開通当初から LED となっているが、それ以外の五路線は暗鈍方式を使っていた。1999年に名城線から置き換えが始まり、その後東山線、桜通線の順に置き換えられ、2012年の鶴舞線を最後に置き換えが完了した。 市役所駅の改札口には安ど方式のものが残っている。なお、2019年より、名城線、名港線では発車案内の液晶化が行われ、同年12月までに交換が完了した。各路線の全駅に駅番号が割り振られている。駅番号は2004年に名城線が全通したのを機に割り振られた。名城線、名港線以外では、 各路線の木とないし、西を01番として付けている。名城線、名港線は分岐点となる金山駅を01番としており、名城線では坂大曽根方面に向かって右回りの順に付けられている。駅ホームに設置されている、駅名標のデザインは設置時期により異なっている。相違点は以下の通り。なお、同じ駅に、 複数種類の駅名表が使われている場合もある。乗り換え駅での乗り換え案内表示にある、ラインカラーは、車両の路線表示と同じく、ラインカラーの応線5本から、ラインカラーの地下鉄のマークに変更されているところも、ある。経費削減のために、駅構内照明器具の省エネ化を進めており、2013年度までは、 ラピッドスタート式の蛍光灯から HF インバーター式蛍光灯への置き換えを2014年度からは久災や台通駅を皮切りにラピッドスタート方式蛍光灯から LED 照明への置き換えを進めている。また、駅名標や業務案内板などの内装式看板の非内装式への改造が進められている。東交通局独自の規則としてエスカレーター上での歩行を禁止し、 手すりに捕まって2列で立ち止まって乗り、急いでいる人は階段を使うよう呼びかけている。地上連絡エレベーターは、独立した出入り口として機能している場合でも、番号は封与しておらず、既存の出入り口をエレベーター専用出入口に回収した駅では、出入り口番号に欠番が発生している場合もある。交通局の外郭団体。 名古屋交通開発機構が売店として、ドという独自名称のコンビニ形態の店舗を、かつては展開していた。しかし、順次、サークル警備にお経て、ファミリーマートに解消しており、ドを名乗る売店はなくなっている。なお、既存チェーン店が出店する場合も店舗名の一部に、ドを関する場合があったため、この形で名残を残している店舗が一部存在する。また、 セブンイレブン、ローソンなどのコンビニも出店している。都名港線の4駅の駅業務を日本通運名古屋支店に委託している PRQ。委託により年間8400万円の経費が削減されている。当初の委託期間は2016年3月末までであったが2015年に委託契約を更新し2026年3月末までとなっている。 2015年の更新契約の結果、東山線の5駅の駅業務に関しても2016年4月1日より、園エスパートに委託している。委託期間は2023年3月末まで。2018年4月より、一部の駅では、改札口への係員配置を廃止し、インターホンにより、駅長室から駆けつける形に変更している。名古屋市営地下鉄と他社線を直接つなぐ。 連絡改札口はどの乗り換え駅にも存在しない。日本の地下鉄日本の地下鉄の経営状況も参照2016年度は1日平均の利用者数が約129万人収入は945億円、支出は784億円、収支は161億円の黒字で、その結果、累積欠損金はに482億円、実質資金不足額は2、 298億円となった。経常収支は1994年度に最大445億円の赤字を記録し、累積欠損金は2004年度には4500億円に迫るところにまで至っていた PR11。その後、中期経営健全化計画、経営改革計画、市営交通事業経営健全化計画と順次、計画を策定し、 2010年5月には、名古屋市交通事業経営健全会委員会を設置して、市バス事業とともに、経営の改善に努め、上期のような決算状況に至っている。名古屋市交通局では、累積決算金について、2039年度において、解消されるとの評価をしている、PR12。2007年度決算による、PR13。単位は100万円。 委は損失、欠損を示す。以上のように、京城村駅においては、東山線、鶴舞線が黒字で、他は赤字である。2017年現在では、名城線、名港線も黒字である。桜通線の営業係数も110程度まで改善されている。上飯田線の主な赤字要因は上、飯田連絡線株式会社への線路使用料である。 令和元年度1日あたり名古屋市交通局のオープンデータ初期の破線付きシンボルマーク地下鉄車両などに掲出されているシンボルマークは画家の杉本健吉がデザインしたもので名古屋市の師匠であるの中に鉢をもとにトンネルの中を通る線路に見えるようアレンジした図案である。なお、開業当初は部分が破線になっていた。上、 小台駅と上井田駅を除く駅の出入り口にある駅名サインは現在以下の3種類が存在する。写真は各駅の記事を参照。A 昔から使われている白地に青文字のもの。縦書きが多いが横書きのものもある。最初から駅名には英語表記もされている。出入り口番号は平記されておらず、別にプレートを掲示して表示する。現在はかなり少なくなったが、 一部の駅ではまだ使われている。B 黒字に白抜き文字。桜通線開業時より広まった。ほとんどが横書きだが、縦書きのものもわずかに存在する。この型のものより駅を表す、ストの英語と出入り口番号が追加された。赤池駅ではこのタイプが使われており、名鉄の文字も加わっている。C 青字に白抜き文字。名城線が 名古屋大学まで開通した頃より各線に拡大。この種類の道地下鉄のマークは小さいものになっており、一般的な電車のピクトグラムが追加されている。名古屋市営地下鉄では各路線を識別するカラーを設定している。2018年より鶴舞線を除き、従来よりも赤みを帯びた色に路線カラーが変更された。各路線のカラーは以下の通り。なお、 陸色番号は名古屋市交通局旅客サインマニュアルに定められているもので、その陸色番号をデクのカラーグイドアプリで検索した際に表示される SRGB 値を参考として掲載する。路線シンボルは路線カラーとした地下鉄シンボルマークを使用した1世代前ものと路線カラーの横の本線を使用した2世代前のものが併用されていたが新たにの下部を切り欠き、 その内部に路線記号を配したものに変更された。2018年より、境駅を皮切りに、新型の案内サイン掲示に更新されている。主な相違点としては、などがある。2000年頃から、新たな広告媒体の事業化を目指す目的で、新興通広告表示システムの計画が開始された。翌2001年に桜通線名古屋駅で、実証実験を行った後、 2004年12月より、東山線の井駅と伏見駅のホームにて、液晶モニターを使ったサービスを開始している。内容は、テレビコマーシャル、オリジナルのアニメーション広告、ニュースなどで、公営の地下鉄駅としては珍しく、音声も流している。さらに2006年12月からは、名城線久阜や大通駅ホームにプロジェクターを使ったシステムが導入されたのを皮切りに、 翌2007年4月には、道線の坂本山、金山、上前津の各駅にも設置された。また、同年6月からは、東山線名古屋駅、翌年3月から道線伏見駅ホーム軌動内にて、液晶モニターを使ったサービスも開始している。2006年5月頃に、名古屋市交通局が地下鉄車両内に掲示した、マナー啓発広告に使用した画像に関し、 PHS 事業者のウィルコムより講義を受けて謝罪をした p r 十四、p r 十五。二千十八年現在、全線全駅及び全区間でフォ 4G 及びスリ 3G の携帯電話ネットワークによるデータ通信及び音声通話、YMAX 通によるデータ通信が可能。ただし走行中の車内での通話自粛要請と混雑時の優先席付近での電源を不要請が 行われている。駅コンコースおよびプラットフォームでは、通信事業者各社および名古屋フリー Wi-Fi による公衆無線 LAN が利用可能。桜通線社内では au および Y2 による社内 Wi-Fi が利用可能である。このように現代では、都市部で携帯電話が使えることは当たり前であるが、かつては、利用電子機器への無線電波の影響を懸念する、根強い意見があり。 地下鉄駅構内及び路線トンネル内への携帯電話基地局の設置は意図的に見送られていた。名古屋市営地下鉄では2004年9月頃から2ギガヘルツ帯を使用する方式を除いて携帯電話各社についてプラットフォームでは県外になるような対策が行われた。名古屋市交通局は総務省の電波の医療機器等への影響に関する調査結果に基づく処置であるとしていた。 地下鉄利用中は電話の着信もできないことから、名古屋市営地下鉄のこの対応以降、トヨタ自動車や日立製作所、NTT データ、東海などは一部従業員に対し、業務時間中の移動に地下鉄を利用せず、タクシーや JR、名鉄など地上を走行する交通機関を利用するよう求めていた。携帯電話技術の進展により、心臓ペースメーカー等への影響が、 過去のものとなったことや、2011年3月11日の東日本大震災を契機として、地下空間での通信手段の確保の必要性が認知されるようになり、通信不能とするのではなく、優先席付近での利用や車内での通話の自粛要請という形でエリア整備が進められることとなった。2012年3月27日より、 NTT ドコモ AU ソフトバンク E モバイルの4社は、名古屋今池間の東山線車内で、携帯電話のサービスを開始し、2012年10月31日より、東山線全線、名城線は、市役所金山新玉橋、桜通線は、中村区役所後基礎までサービスを広げ、これを皮切りに、順次各路線に拡大した。ありがとうございます。